必要ないんです。結局その5000万だったりとか18億円、東京都の知事のお友達の業者さんですか、そうしたものにねお金がやっぱりいっちゃってるんだなと思います。私はねやっぱりそういったお金の使い方本当におかしいと思うし、私たち一人一人の支払っている大切な税金の使い方をちゃんとチェックをできる、それは議会も必要ですし、またそうしたおかしな使い方をしないリーダーが必要だと私は強く思います。蓮舫さん事業仕分けで本当にあの時にもうね、まあいろいろ言われますよ、すごくね、私もね元秘書だったので2位じゃダメなんですかって未だに言ってくる人いるんですけども、でもその時にねあれだけのね、まあ、超単位の、予算をね確保しました。そういうふうにすごく、この事業はいいか悪いかっていうことをねすごく蓮舫さんっていうのは、自分の目で勉強して、そして自分の目で確かめて、そして精査をしていく、そういう力がある人です。私もフラッとね参議院議員の頃に遊びに行くと、大体暇な時っていうか仕事がない時、公務がない時は本当にね蓮舫さんね自分で資料ずっと見てます。